まっちゃまっちゃま、2日連続同じ服でお構いませんでしょうか。ちゃまでございます。さあ、これが土曜日の日曜日の分かやっていきましょう。今日金曜日でしょ。土曜日いいでしょ。何も食ってないのしゃっくり出ちゃった。そんな体になりました。土曜日の2本取ったでしょ。で金曜日、よしプライヤーさん電話だ。さっきかけ直したんですけどね、プライヤーさん、収録始めちゃいました。何やってんのプライヤーさん、タイミングよ、しっかりして。ということでプライヤーさんから何の電話なんでしょうね。わしもうあかんと思うねやみたいな感じかな。それともやったでー、わしやったでー、どっちかな。後者の方がね、後者であってほしい。わしもうあかんねやみたいなテンションで、いやどうしたんすかって言わなきゃいけないからね。それともやったでーやったでーちゃまーやったでーわしやでーみたいな感じの電話であってほしいですね。ということでメンバーはもうこれでいいかな。もしかしたら一回ブスケちゃん使ってみるよ。マスケラーノやめて、でちょっとアグエロお休みしよっか。そうなるとちょっとマスケラーノ念のため入れておきたいからね。ブスケちゃんどこだっけ。ブスケちゃんにしつつのこれにしとこうか。 PPP スアレス、まあ、ラインブレーカーはこの2人がいるからね。でアグエロちゃんの方がスアレッちゃんやめようかな。コスタちゃんとちょっと被るもんね。スアレッちゃんやめてアグちゃんにする。え、スアレッちゃんやめるだけでチーム力2600いくの。わほほほ、そんなことってある。あ、そう、あ、ロナウッちゃんも入れてないからか。なんかにんまりしちゃったよこれ。レートめっちゃもらえるじゃんみたいな。いやもったいないな、スアレッちゃん。てか、アグエッちゃんはそうだね。調子普通だから座れちゃんにしよう。オッケー！行きましょう。今頃ちゃまは、大阪の夜に一人、寂しい背中を背負いながら、夜の闇へと消えていきゆき、関西弁の女を抱いているのであった。パー。参りましょう。やってまいりました。もうね、レート高い人しか来ないよ。2171ということで、うん、すんばらしい未来。あ、大場目 PPP だ。ベルトンゲンとピケだったら大場目 PPP のよっしゃいったるで作戦でいいんじゃない。そしてムハンマドサラ、ベナティア来てるね。スリマニペペ、俺ペペの方がいいような気すんだけどな。どうなんだろうな。ヘディング、ボディコントロール、ベナティアにしとく。足でもネイマール、スターリングがガッてさ内側に入ってこられた時によ、ベナティアでいけますかと。それよチャマが言いたいのは。パということです。なぜかブスケツも絶好調ということでありがとうございます。ということでコンセプトアレンジどうしよう。サラーの方がいいかな。あ、でもクロスどうせ上げないしな。いいか、コンセプトアレンジは何でもいいや。カウンターターゲット、うん、何でもいい。ゲーゲンプレスとワイドポジショニングだけ外すと。ワイドポジショニング外した方がいいよな。そうだな、何でもいい。パーまーす。あ、もしかしてあれ、なんだこれ。ゲーゲンプレスはどれだっけ。ゲーゲンプレスこれか。ゲーゲンプレスと何を、あ、カウンターターゲットももしかして外れちゃってる。オバメ BBB、 あ、ドガーン。おお、あれ誰だ。クルトワか。クルトは守備的だからいいかもしんない。結構あそこスペース空くよ。ていうかあれ、俺だ、何外した。ちょっと待ってカウンターターゲットつけなきゃ。なんで消えちゃってんのよ。あ、そっか。いや違うよ、ベイルにつけてるはずだもん。オッケー、カモンベイビー、中行きたいね。おそのグッと足出してほしいな。そっかそっか、これカウンター作戦の、カウンターのオバメ PPP 作戦だから、それ以外の攻めがない感じもしかして。いい、オバメ PP、 あ、出せない。あ、そっか、しかもフライパス下手じゃん。オバメ PPP、 クルトはどんどんで、これ出していくと。で、オバメ PPP、 いけー。もうなんかほらうさんくさいことになるでしょ。オバメ PPP、 ほらオバメ PPP、 ほらうさんくさいことになるよこれ。特にクルトワみたいな鈍足プレイヤー、まあノイアだったらまだいいけどね。あんな風に多分ね、あのボールコントロールがないと思うんだよね、オバメ PPP は。じゃない、あのクルトワペーペーペーは。
ほい。ディフェンス、ディフェンス、ディフェンス、ディフェンス。オバメピーピーピーあんま走らせたくないね、このディフェンスでね。あ、取れるんちゃうか、これ。よいしょ、あ、やばい。いいよ、そこで潰そう。オッケー、これか、これ大丈夫。おお。はい、はい。オバメピーピーピー。あ、ベイルか。ベイルどう？間に合うんじゃない、これ。クルトは遅いです、クルトは遅いです。うらくそ、なんかクルトもおじいちゃんみたいな走り方してたけど、そんな鈍足でしたっけ。鈍足ではあったけれど、ここまで行ったらやることないんだよね。ここまで行ったら、ここまで引かれちゃうと全くやることがないよっていう。あ、来た。おおお、オバメ、オバメビビビ、うら、オバメ、うら、オバメビビビ、あっと決めないな、マジで。そうなんだよね。そう、ベラッティじゃなくて最後一個前でベイルが良かったな。オッケー、あ、これ空いてる。はい、あ、ダメだ、やることがなかった。もうちょっと前に判断しないといけない。スリマニー、バカだれ。あ、ダメか、スリマニーに勝てない。あ、出た、アウナトビッチ。アウナトビッチ、これでかいよ。でかいけどあんまやっぱ足は速くなさそうだね。うれー、あ、ベールだ。あ、ベールからの、おい、おばめ BBB。 うおー、こんぐらいの強さで、え、入れよ、マジで。なんなんこいつね。えおばめ BBB なんなん、マジで。なんなん、ほんとに。多分ね、でも決定力が高かったはずだから、多少ね、多分強めに蹴るんだと思うんだよね。キック力がもう80しかないからさ。はい、オバメ、オバメ PPP、 いけー。あ、キーパー出てる、触れる。オバメ、これ決定力あるから、決定力あるから、これでできるよ、オバメ PPP。 こっちの方がクロスゲーより簡単なんじゃないか。みんなスリマニを捨てて、オバメ PPP を持って街に出よう。これで、あ、これダメだ、オバメ PPP。 オフ、オフ、オフの時はこう、ゲーゲンで済ん、ゲーゲンで済んよ。重いな、こいつ。さあ、2点も取ってんのに、この重さはなんだ。お前らやる気出せ、早く。 OK、 あ、やばい、スリマニ怖いっちゃん。え、アクロバティックシュートとかあんの、はい、え、アクロバティックシュートの人って、アクロバティックシュートが出やすいだけで入りやすくはないのかな。どうなんだろうね。ああいうのが入りやすくなるよ、みたいな。オバメ PPP の機会を伺っております。オバメ、あ、やばいよ、ブスケツじゃない、デブライネ、それはダメ。お前からパスを取ったら何も残らないよ。オッケー。はい。オバメ PPP。オバメ売れ。あ、ダメか。あ、取れる、取れる、取れる。ここでゲーゲンでしょ、君たち。ここでゲーゲンの良さ出さないと。で、しかもブスケツがあそこやっぱアンカーでいい感じだね。はい。あ、来るとは？オッケーオッケー。これ怖いわ。アウナトビッチ193あるからね。壊し、壊し、壊し。はい。ウベミ？ウベミ？あ、違う。オバメだよ、オバメ。オバメだよ、オバメ。オバメ、もうちょっと今、今俺やることなかったんだからさ。あとはもう、はい、オバメピーピーピー！オバメピー！あ、ヘディングもあり。ここ、ゲーゲンピーピーピー、ゲーゲンピーピーピー、はい、オバメピーピーピー、はい、ズドンピーピーピー、ハイランピーピーピー、グループピーピーピー、ハイランピーピーピー。おかしいね、これ。オバメピーピーピー、形は作るけど、その後、その後の職場放棄感っていうかさ、あ、わしもうこの、わしここまでです、みたいな。え？全部やってくれるんじゃないの？みたいな。いや、わし、ここまでです、感が強いね。シュートが全く入らんね。いや、シュートは、あの、やっとらんです、みたいな。ループー。オバメピーピー、これ、これはオバメピーピーの決定力をさ、1対1の時に見せてほしいんだけど、なんなのこのオバメピーピーピーの。おい、オバメピーピーピー。か、まあ、これで、ね、さっきの試合はオバメピーピーピー、あんまりね、得点直結してないけど、まあ、ノイアーだったからね。いかがでございますか、これ。このクルトワ使った時の、俺も、でもクルトワだからやばいよね。ラインを、あー、でも結局ね、クルトワだと止められちゃうのかな。キーパーだから、キーパーがクルトワだからかな。もしかしたらノイアーとかであの形を作れたら入るかもしれない。うわ、ビビビビ、うわ、出てるな、めっちゃ。お、事故った、事故った、事故った。ヘディング、いや無理だろ。蹴ってくる、もう一回跳ね返せ。あ、ダメか。あ、これ大丈夫。あ、オフだ、オフじゃない。はい、オバメ、オバメ、
オバメピーピー、あ、これベイルピーピーピーだ。勝て。お、いいねこれ。楽だね。これで勝てたら楽だね。うん。やば。シュート10いってるよ。この高確率。ギブじゃねえかこれ。ギブすんじゃねえか。こんなクソ試合されてたら。ちょっとオバメピーピーピーの体力見てみましょう。あ、まだいける。で、ベイルがさっきよりちょっと疲れてるね。うん。後半行きましょうや。つって。動画撮ってるんで後半行きましょうや。まあね、ギブアップは、もう、おまけっていうかね、もらいもんですよね、本当に。ラッキーだ。体力回復するし、契約も半分しか減らない。オバメピーピー、おー、よいしょ、あ、これは、これ。これね、ベラッティだったら、今、グイン、体ぶつけられて、おっとってなって、終わったけど、ベラッティだったら、あのまま、おっとってって前行くからね、ほんと。ボディコントロール。メッシュとかもあるじゃん。メッシュとかもあるでしょ。はい、あ、ブスケッちゃん？あ、そっか。え？マスケラーノってパスあったっけ？パスのなんかアウトスピンでなんでもいいからさ、ブラスルの時に効果を発揮しそうな。パス来るよ。オッケー、オバメピーピーピー。ここでヘディングで落としてからのオバメピーピーピー。あ、ダメか。フェルトンゲンナイス動きやな。あそこでもね、いいね。あそこいいね。だって一人さ、センターバックがあれ釣り出されるから。ウベメ、えい、スリマニじゃ無理り。危ねえ、あいつ。なんでそんな蹴り方したんだろう。はい、ウベメピーピーピー、行きなさい。行ったー。ダメだ、ダメ、ダメ。ほら、ウベメピーピーピー。ウベメピーピーピー。くそ。ダメだわ。いい感じ、まあ途中まで良かったけどね、でもね、今の褒めてあげたいよ、私も。ベイルやめよう、ベイルやめて。デブルイネがいいな。これな。この制限時間もうちょっとやってほしいね。あれ一番奥誰？でっかいやついる？あ、弱い。あー、終わっちゃったよ。もう一回クロスと見せかけて、はい、と見せかけて、はい、と見せかけて、オバメピピピパスでございます。ダメ。あ、オバメピピピ。いや、なんなんこういうこのこぼれ玉へのうさんくささ。オバメピピピの こぼれ玉へのうさんくささなんや。オバメ作戦なんかしてくるか。ファルカオ・ガルシク、ガルシア、スターリング、インシーニェ。オバメピーピーピーやばいな。ベナティア。スリマニと誰か言ってた。ファルカオ・ガルシア。どうなん？ベナティア？で、ここもうマスケラーノにして守備的にしてもいいよ、俺。いや、まだね、まだこの、まあ、オバメピーピーピーの行方を知りたいね、俺たちは。うんうん。さあ、カモンカモン。さあ、こい。ドカンスン。ドカンスン、ドデカ、ドデスカドン。オッケー。いやー、はい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 。おーおー、いサバレタ。足遅い、サボれた。はい、オバメピーピーピー。あれ、ベールピーピーピー。ヘディングで落としてほしかったね。はい、オバメピーピーピー。いけー、ちょっと戻ってたか。いや、行く。出せる。あ、くそ。あそこで一番奥のサラーかな。出せれば最強だったのに。フェルトンゲン、打ち取ったりじゃないこれ。フェルトンゲンと誰だっけ、もう一人。足遅いでしょ。もうヘディングにしか対応してないような人でしょ。おー、うまいね。サレス。違うな。誰だっけ、あいつ。ああ。危ねえ。オバメピーピーピー。行ってみろよ。これライン高いもんね、この人ね。めっちゃ蹴ってオバメピーピーピーで、グインは。ない。ないか。オバメ、オバメピーピー、ユリ。お。あ、これは。裏取られてますね。あ、ファルカオ・ガルシアか。で、これで、はい、ここ、はい、そして、オバメ、ピービービー。早い、早い、早い。中向く、ピービービー。フラズル、ピービービー。フラズル、ピービービー。クロス、ピービービー。あ、決めろ、マジで。いや、あ、打て。あ、あるある。はい、ある。オバメ、ピービービー。オバメ、ピービー。ダメやな。この距離ダメやな。やっぱ長距離か、オバメ、ピービービーは。オバメピーピーピー。あ、これ良さそう。ダメか。ちょっといい感じでね、ラインに吸収されて、タイミングいいかなと思ったけど。オバメピーピーピーさせろ、マジで。そろそろね、ちょっとオバメピーピーピーのスタミナが切れてきて、だからね、ぶつかられて、取られたりとかしてるんだと思う。さよならしよう。そしてジエゴ・コスタが待ってると。さよならの代わりに、イグアイン。マスケラーノに入れるか。で、これマスケラーノ、もうここ3人で守りますと。で、ベイル、コスタ、デブライネ、この3人でカウンターして、
なんだあれしますと、もうヘディング大作戦ですと、これでいいやろ、いいですね、いいですね、完璧な試合運びとはこのことですよ。オバメ PPP からのどうしよう、どうしようからのキーパーだ、ブルーノって迎えてあったっけ、なんかフリーキックうまいイメージあるけど、いい、モンレアル goes wide、ロレンソインシニア、これやばい、ファルカオガルシア、オッケー、フラスル出してこんのやな、もうな、あ、出せないか、ちょっとタイミングずらしていい感じだったのに、インシニアやばいな、インシニアやばいよ、取れない今の、オーバメ PPP、 オーバメ PPP の DNA が脈々と受け継がれております。でかいなこれ、出ちゃった、オッケー、はい、これ走って触るだけみたいな、もうマスちゃん、マスちゃん、マスちゃんいい、ほらここいいよね、マスちゃんは、うれうれ、ほらこれいいの、これ取られちゃったけど、ガクガクみたいなやつのあれで、ね、急にね、急に前に入り込めるから、あれすいませんすいませんみたいなやつ、あれマジね、急にファー 前に入って1対1やんけみたいな、そんないいとこポジションに入れますかっていう感じで取れるから、ボンバイアナイスアルダトゥランボンバイ、あ取りたいな今の、チャンスだったのに今のね、どうしましょう、 OK、 あオバメ PPP チャンスだったね今ね、オバメがいればブスケツで上がりすぎな怖いから、あー微妙やったなコスタ、そっかラインブレーカーじゃないから、いや裏抜けるかも、わしの仕事じゃないって感じになってやめちゃったわ、いっとしがったな今の、外オッケーキーパーオッケーオッケーオッケー、クルトワがオッケーオッケーみたいな、こいつもオバメ PPP にね、当てられたらもうボロボロになるんだけど結構まだね、まだうちのクルトワはそんな恥かいてませんので、まだまだどうやってます、 OK、 はい蹴っていこう、コスタこれ勝てるだろう、でこれ、いやダイレで蹴ってほしい、ダイレでベイルが空いてるんだよ、おおいいねクルティ、クルティいいじゃん、なんか今日向こうのクルティ調子悪かったのかな、もしかして勝てますか、これは、OKOKOK。しかもね、カウンターターゲットのおかげで、まだベイルが元気ピンピンっていうね。出せるか？よし、来た！からの？からの？はい、ベイルでございます。ダメ？ベイル、お前、すかした今どうなって？どういうエネルギーが働けば、ボールがあっちに転がるの？こうやってたよね。こっち行ってたよ。ボール規定のこうじゃなくて、ボール規定のこうからのこうか。よくないな。オーバメ PPP の大活躍。うん、相手はさぞ切れてることでしょうね。オーバメ PPP。パッということで、オーバメ PPP 大活躍。オーバメヤングの使い方。完結編でした。ありがとう。ありがとう。そしてクルトは、やないな、相手誰だっけ、フェルトンゲンと誰か。重い人だったんだよね、確かね。お、5連勝だった、やった。ということで、うん。気をつけな、晴れや。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら、バー。